はようございます。斉藤博です。で今日は14日目ですね。今鴨島というところにいるんですけども、もうこのすぐ近くに、11番の藤井寺っていうのがあります。もうそれは山のふもとですね。でその11番藤井寺の次の昇山寺っていうところに行くともう山の中になっちゃうんで、今回はこの藤井寺とその奥の院にお参りして、でまた戻ってこようかなと思います、この町にね。とりあえず、藤井寺に行ってみたいと思います。今これね、すぐのところの青看板ですね、青看板の下にちゃんと11番藤井寺って書いてあります。2キロでもね、すぐですね。ということでね、藤井寺の看板が見えてきました。11番藤井寺、この辺は何でしょうね、古谷、古谷大明神とねありまして、もうちょっとこっちに進んだら入れるのかな、ありますね、お堂が。飯尾地蔵菩薩とね、飯尾地蔵尊菩薩、もう一回写しておこうか、ここにあります。ちょっとね、6年前の記憶は鮮明には思い出せません。どこから入ったかなっていう感じで、本当にもうすぐね、山裾ですからね、場所は。ここから次のお寺へ向かってぐんぐん山に入っていくと、その手前ですね。でちなみにですね、この11番から12番、12番のお寺は昇山寺って言います。焼ける山、焼ける山と書きます。まあ、本当にその名前の由来はちょっと忘れましたけども、感覚としてね、確かに本当に身のね、いや全身の焼けるような思いで山をね、登ったり降りたり、山一つの山を登るんじゃなくて、登ってまた谷に降りてまた登るっていうのがね、いくつか繰り返されるっていうね、相当きつい山なんですね。昇山寺ね、身の焼けるような思いでたどり着く山です、お寺です。でね、そういうお遍路にとっての難所をね、お遍路転がしっていうふうに言います。転がしね、お遍路をこう転がしちゃう、お遍路が転んじゃうようなね、もう難所のことをお遍路転がしって言って、四国には何か所かあります。そこのね、一つ目なんですよね、ここが。でまあ普通にお遍路さん88箇所もあるんだったら、もうこの昇山寺は12番ですから、まあ3日目かね、4日目には歩きでですよ、3日目か4日目にはもう到着するんですよ。もう僕は今日14日目ですけども、そんなに行けば本当に歩き始めてすぐ到着する山でして、それはね、旅慣れてない歩き遍路がね、3日4日目ぐらいでぶち当たるには相当きついお山なんですよね。僕も苦労しました、ひいひい言いながら登りました。で実際ね、登るのは何日後かになります。今日は藤井寺行って、その奥の院行って、また戻ってきて、でしばらくこの麓のね、町に、滞在してというか、ブログとか、動画のね、編集ちゃんと全部終わらせてから歩き始めようと思ってますんで、昇山寺のね、アタックはまたしばらく後になります。ということでね、藤井寺に到着しました。タクシー会社の名前がね、鴨島タクシー、大江タクシーってあります。大江っていうのは、漢字で書くと朝を植えると書きます。それで大江ですね。いかにここの、ね、土地がね、その昔からのね、朝と関わりが深いかを示す地名でございます。ありがとうございます。はい、こちらですね、山門到着しました。いい感じですね。はい、で境内ですね、いいですね、こう静かな感じのね、境内、そんなにお客さんというか参拝者の方もね、あんまりいません。ここに次の札所を示す昇山寺ね、12.9 キロですよってあります。あ、団体客の方が今ね、農協されてますね。はい、というわけでね、今ね、農協と御朱印帳をいただきまして、このままこちらの道に上がっていくと昇山寺に入るんですけども、この地図見ますと、まあ、ミニ四国ですよね、藤井寺四国88箇所霊場っていうのが案内書いてあります。で今ここですね、ここで1番から行って88番に戻ってくると、
でぐるっとあるんですけども、ここずっと行った奥にあるここ奥の院大日如来、こちらの大日如来様の奥の院ですね、お参りしに行きたいと思います。でまたこっちをこうやってぐるっと戻ってくると、こっちに弁財天八丈岩っていう、まあ行場ですかね、こちらもありますんで、こちらも見に行きたいと思います。でそのまま、まあ、上は行かなく不動尊はどうしようかな、まあ、それで行って帰ってくると、あ、通り道か、不動尊行って帰ってくると戻ってくるんで、このルートで、まあ、ぐるっと行ってきたいと思います。上がってきてすぐのところ、ここが8番札所で、札はね、札じゃない、看板は正座にこっちですよなんですけども、こっちにも行けます。でこっちが9番で続いてるんで、まあ、一応ね、四国ミニ四国参りでこっちから行きましょう。道はつながってます。はい、で歩いてきまして、まあ、ほどなくですね、こちら読めないような、読めるような、奥の院大日如来って書いてあるのかな、こちらですね、まごうことなき奥の院ね、藤寺奥の院と、じゃこちらでございますね。でちょっとここの階段上がったところにいらっしゃるのが虚空蔵菩薩様ですね。でこのままね、まっすぐ行っちゃうと遍路道で昇山寺に行くので、また僕はこっちから戻ります。その途中にもね、見るところありますんでね、その順序で行きたいと思います。では今ね、つらつらと戻ってきまして、ミニ四国は今71番のあたりでございます。そうしましたら、こちらに、ね、弁財天様のね、祠があります。弁財天の祠があって、で八丈岩っていうのがね、こっちがちょっと見えないな、はい、こちらが弁財天様ですね。弘法大師様が祀られてますよと。八丈岩の上位に弁財天を勘定してご方針と定められたということでね、まあ、この岩がつまり八丈岩、その上に弁財天様をお祭りしたってことなんですかね。こんな感じでございます。はい、お社はすべてステンレスで製作されておりますと。昔は木造だったらしいんですけども、作り直して着色したステンレスになってるみたいです。木に似せたステンレス模様みたいなね、ちょっと細工が施されてます。木の模様っぽい細工が施されてます。鍵がね、厳重にかけられてますんでね、中は覗けません。でこういう渓流がね、小川がさらさら流れててね、この八丈岩っていうのがここですね。下はこんな感じです。はい、ではね、向こうから今降りてきました弁財天様とね、その下の八丈岩見てきました。でこっちちょっと来ると、白玉狼、白玉なんて読むと思いますけども、白玉さん、ね、食べたいですね。でこっちに進みます。これは全部西国ですね。あ、お不動様こっちっぽいですね。わあ綺麗、なんか良さげですね。あそこにお不動様いらっしゃいますよ。岩の陰にね、お不動様いらっしゃいます。ちょっと荷物が邪魔っけですけども、こちらですね。はい、というわけで戻ってまいりました。昇山寺へは行かず、藤井寺の、昇山寺へ向かう道の途中にあるね、ミニ四国、あとミニ西国、これと奥の院、あと他の弁財天、八丈岩、お不動さん、一通り見て戻ってまいりました。でこれから奥の院の御朱印をいただいて、今日は鴨島へ引き返したいと思います。今日の動画はこれまで、短くていい動画ですね。はい、じゃあね、バイバーイ。